おはようございます。ちょっとね、顔がもうパンパンすぎてやばいんですけど、今日はですね、学食の日の次の日とか、あとまあ調整日とかってどうやって過ごしてますかっていうね、質問とかが結構多かったので、最近のね、あの調整日にはこういう感じでご飯を食べてますっていうのはね、ちょっと今日一日撮っていけたらいいなって思います。まず朝ごはんなんですけど、私はね、結構ハマったらそればっかり食べるタイプなんですけど、最近はね、いつも同じです。学食以外の日はまずじゃん、オートミール。私がオートミールを食べるなんてって感じなんですけど、でもまあ美味しいんですよ。ちょっと今日のレシピっていうか、私はめちゃめちゃめんどくさがり屋なので、参考になるかわかんないんですけど、まあとりあえずこれをね、自分の食べる分だけ 3,4 杯分ぐらい、これも目分量です。わざわざスプーンなんかでやんないんですけど、まあ、オートミール、一応あの無農薬、ちゃんとちょっと体に気を使って無農薬のものをネットで買ってます、私は全部で。その次にオートミールをこうやって入れたら、ツナをこのね、3分の1ぐらい入れます。ノンオイルとか何とかって多分あると思うんですけど、私は別にそこら辺は気にしないです。これはまあ3分の1ぐらい入れて、もうこのツナがめちゃめちゃ重要なんですよね。本当にいい味を出すんですよ。でツナを入れたら、次卵。私はね、朝からフライパンとかを使いたくない人間なので、あのレンジでチンできるものです、今日は。で次、この中に少しだけ水をスプーン2杯分ぐらいかな入れたら、これを混ぜるだけです。こんな感じで混ぜて、あ、味付けだ、忘れてた醤油、まあこれ味付けは適当でいいんですけど、私は醤油を適当にちょっとだけちゃ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 って垂らして、結構薄味です。理由は後で説明するんですけど、とりあえず醤油を少しだけ垂らして混ぜて、これをあのレンジで2分半チンするだけです。終わり。一旦これチンします。2分半チンしたら、これと一緒にプロテインを飲みます。まあ、プロテインもまあ調整日だけではなくて、最近は毎日飲んでるんですけど、もうね、本当に世界で一番美味しいプロテインを見つけてしまって、こちらなんですけど、これがね、まあ私韓国のそのサイトで買ったので、日本に売ってるかどうかわかんないんですけど、プロティワンタンパク質シェイクチョコ味。もうこれ最初に飲んだ時の感動がすごすぎて、え？みたいな、普通のチョコ牛乳じゃんみたいな、本当に美味しいんですよ。しかもあの何がいいかっていうと、塊のチョコが入ってるんですよ。だから食感としても美味しいし、楽しめるし、なんかプロテインのあのチョコ味とかって結構プロテイン味がするっていうか、美味しくないかったんですね、私が飲んでたのは。結構いろいろ試したんですけど、なんか続かないなみたいな、これじゃないんだよなみたいな。私美味しくないと続かないので、で、たどり着いたものがこれなんですけど、本当に美味しいの。これ日本に持ってたらいいな、この感動は。あの共有したい、みんなと。まあとりあえずね、見た目こんな感じなので、ちょっと探してみてください。めっちゃ美味しいんで。でまあこれをとりあえず専用の計量で2杯をこのコップに入れて、ここはまあ別に適当に買いました。でびっくりした、超間違えてたで、あと豆乳は普通のこちらの豆乳、あ、チン終わりました。韓国のやつですね、普通の豆乳も結構オーガニックの豆乳とかいろいろ試したんですけど、まあ、結局これが一番美味しいなって感じで、私はまあ豆乳はこれにしてるんですけど、まあ、入れて、で蓋を閉めてシェイク。プロテインとかってさ、別に最近運動を頑張ってるとかじゃないんですけど、運動してなくてもやっぱりプロテインとかタンパク質は大事って言われたので、ちゃんと飲むようにしてます。じゃん、チンのやつが出来上がりました。もうね、見た目は全然美味しくなさそうなんですよ。わかるかな、ただのなんか卵焼きみたいな感じで。そう、さっき言い忘れたんだけど、醤油の代わりにあの塩昆布をあの入れることも多いです。で一旦ちょっとこれをテーブルに移動させます。はい、ということで食べます。一旦ね、ちょっとタンパク質プロテインを飲みます。いただきます。うん、うまっ。チョコ、なんかね、チョコナッツみたいな感じのがちょいちょい入ってて、本当に美味しいんだよね。なんか味が本当に、何度も言うけど、ただのチョコ牛乳、プロテイン差が一切ないから。なんかさ、よくプロテインとかでフラペチーノとか作ったりする人いるじゃないですか、自分で。だからそういう人とかにも本当にこれいいと思う。
で、このね、よくわからないこちらをどうやって食べるかって言いますと、私はね、海苔、海苔にこれを巻いて食べます。これがね、美味しいんですよ。オートミールって最初思ったんですけど、腹持ちもいいし、本当に美味しいし。で、私はもうちょっとこれ保存用なんですけど、キムチ、これはね、ネットで買ってます。オーガニックっていうか、まあ有機能のものを買ってます。なんかもう地方のおばあさんがつけてるような感じのやつ、めっちゃ美味しいんですよ。で、私はこのキムチをこの中に混ぜてチンするんじゃなくて、別でこうやって乗っけるんですけど、こんな感じで箸で切って、海苔にのせて、でキムチをこの上にのせて、うん、おいしい、ね、本当にこれめっちゃ美味しいんだよね。ツナがあるから食感もいいし、このまま食べるのはあんまり良くない、美味しくないんですけど、こうやって海苔に巻いて食べると本当に美味しいんだよね。まあ、キムチなくてもこのままでも美味しい。うん、美味しい。まあさ、この上に納豆とか一緒に混ぜたり乗せてもいいと思うし、まあアレンジはね、いくらでもできるよね。こんな感じで、うん、まあね、私はご飯とこういうのを一緒に飲めるのであれなんですけど、まあこのシェイクをもう朝一で飲んで、で時間経ってからこういうちょっとご飯っぽいのを食べてもいいと思います。で、朝ごはんは最近だいたいこんな感じで、朝昼ご飯、朝とお昼は結構同じなことが多いです。まあ、爆食の時はさ、本当に1日6食とか7食とか全然あるんだけど、まあそれ以外の日は朝とお昼はだいたい一緒です。まあ、これに汁物が欲しくなったら、とろろ昆布、私すごい好きなので、で、とろろ昆布って、まあ、韓国にないので日本から送ってきてもらったやつ大量にあるんですけど、まあ、それをこういう茶碗にとろろ昆布ぶち込んで、味噌ちょっとぶち込んで、まあ、ちょっとだし入れて、もうお湯入れるだけで、まあ、即席味噌汁になるので、それを飲んだりしてます。って感じで、私の朝ごはんはこんな感じでした。あとで、まあ、間食だったりとか夜ご飯のやつも撮っていきたいと思います。ボッサボサ。こんにちは。はい、ちょっとね、朝の動画から髪色とか髪型とかちょっと変わってませんか、思うと思うんですけど、朝の動画と夜中の動画以外データが消えてしまいました。本当にショックで、ショックで、ちょっと、あ、これもう一回撮らなきゃいけないのかなって思ったんですけど、まあね、ちょっと実際にね、間食食べてるシーンとか夜ご飯食べてるシーンとかも撮ったんですけど、はい、ちょっともう一度撮るのはちょっとあれで、口頭で説明したいと思います。本当にごめんなさい、すいません。ということで、まあ朝のシーンがあったじゃないですか。朝ごはんを食べて、オートミールを食べてね。で、そんな感じで朝ごはんを食べたら、私はサプリを必ず飲んでるんですけど、最近はこちらの2個なんですけど、まずこちらのエバーグローピエストロ、まず1個目がこちらなんですけど、これね、最近韓国でめちゃめちゃ有名っていうかバズってて、ビタミン C1000 とピエストロっていうのが 1000mg 入ってて、まあ、ぶっちゃけピエストロが何かよく分かってないんですけど、肌を明るくしてくれる効果だったりとか、皮膚の水分量をアップしてくれたりとか、弾力アップしてくれたりとか、シワとかの改善してくれたりするやつで、夜に飲んでたんですけど、最近はお昼に飲んでます。これと、あと夜と昼必ず一つずつ飲んでるのがこちらのバイオコアです。これがね、乳酸菌ですね。乳酸菌なんですけど、皮膚免疫乳酸菌って書いてあるぐらい皮膚の免疫上がったりとか、あとこれね、1日2回飲み始めてからお通じもすごく良くなったりとかして、すごい一石二鳥だなと思いました。乳酸菌本当に大事だから、1日2個必ず飲んでます。これを、まあ、小さいコップに2つともババババって入れて、お水を溶かしてガッて飲んでます。まあ、朝のサプリはこんな感じで飲んでるんですけど、この2個はね、オリーブヤングとかでも売ってるので、すっごいおすすめです。はい、てなわけで、まあやっぱね、間食とかはしないとちょっとイライラしちゃう人間なので、
甘いものを食べないとね、摂取したいなっていう時は、私の家にはチョコをね結構買いだめしてあるんですけど、普通のチョコじゃなくって、じゃじゃん、こんな感じでね、まずこの2つ紹介するんですけど、こちらのね、どこのメーカーのやつなのかよく分かってないんですけどとりあえず砂糖を使ってないよっていう、このチョコレートの中に豆が入ってるんですよ。豆が入ってるから普通に美味しいし、タンパク質 6g って書いてあって、ちっちゃいんですよ。こんな感じでね、チョコボールみたいな感じで気軽に食べられるし、移動の時とかどっかお仕事行く時とか、まあ一つねバッグに忍ばせて、まあ途中甘いものを充電したいなっていう時は食べたりとかしてます。うん、美味しい。でね、これも似たようなやつなんですけど、こちら。じゃあ、ビーガンって書いてありますね。ビーガンチョコボール。これも、ビーガンプロテインが 6g 入ってます。これは、中が豆じゃなくって、なんかサクサクしたような感じ。で、しかもこっちの方がちょっとでかいんですよ。ココアパウダーみたいなのがまぶされてあって。わかるかな?この、サクサクのやつ。うん。私的にはこっちの方が好きなんですよね。豆とかが好きな人は多分こっちの方が好きかもしれないけど。で、私って本当にあの食い意地だけは人に負けてないので、今紹介したのもチョコなんですよ。本当に普通に美味しいチョコだし甘いし、いいんですけど、あの板チョコがね、どうしても食べたくなる時があるんですよ。あの板チョコって言ってもちょっと平べったいチョコ食べたい時があったので、はい。頼みました。まあ、板チョコではないんですけど、まあ、こういうね、一つ一つになってるやつで、まあ、これもゼロシュガーで、ショコアトリエビーガンダークチョコレートってやつなんですけど、こういう普段からもうチョコ食べたい時とか、これビーガンだったりとか、ゼロシュガーとかを食べるようにはしてます。こんな感じでほら、ちょっと板チョコっぽい感じなんだよね。うん。うまい。ちょっと体勢が気持ち悪いんですけど、ごめんなさいね。前かがみになって撮ってるんで。まあ、基本的に、感触、甘いものの感触は、こんな感じで、まあ、たまにね、ポテチとか、そういうしょっぱい系の感触が食べたいときは、オリーブヤングに売ってる、こちら。こちらをね、よく食べてます。これもまあ、タンパク質豊富だし、美味しいし、とかで。あとね、まあ、あの、フルーツの、ドライフルーツ。マンゴーのドライフルーツとか、まあ、糖分多いよって多分言われると思うんですけど、まあ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 、って感じで、ドライフルーツ食べたりして、で、私はさっきね、朝昼ご飯同じって言ったんですけど、夜ご飯は別にそこまで制限はしないんですけど、私のね、消えたデータの中では何を食べたかっていうと、牛肉を食べてました。牛肉って言ってもあのね、もう本当にちょっと、いつか取りますね、もう一回。ムンティギって言って、生肉を、まあちょっとニンニクたっぷりの特殊なソースをつけてね、こう食べる、生肉が好きな人だったら、絶対好きだと思うんですけど、私ユッケってあんまり好きじゃないんですよ。ユッケよりもう塊、牛の塊みたいな、ユク刺身って言うんですけど、牛の刺身を食べたりするのがすごく好きなんですけど、はい、そういうのを食べてたんですよね。でもデータがぶっ飛んで、はい、またね、ちょっとそれはね、結構定期的に食べてるので、また食べたいと思います。それとあと自分でね、あの脂肪燃焼スープみたいなトマトのやつあるじゃないですか、あれを作って食べてました。もう一回スープを作る気力はね、本日なかったので申し訳ないです。本当にあの口頭で失礼いたしますなんですけど、まあ、夜はそんな感じで軽く、まあ、自分の好きなものを食べるんだけど、炭水化物とかは食べ過ぎずにっていう感じで食べてました。そうですね。で、次のシーンからはあの夜のサプリの編と、あとまあ夜食を食べてるのが映ると思うので、ぜひそちらを見てみてください。はいはい、ちょっとね、さっきお家に帰ってきて、で、まあちょっといろいろお仕事とかなんだりして、お腹すいたラーメン食べたい、ラーメン食べたいけど、まあ今11時半、夜中ってか夜の11時半なので、まあね、ちょっといつもなら中本食べちゃうかってなってるんですけど、まあ一応気をつけてる時の一日なので、私のね、大好きなちょっとものを紹介します。じゃん、こちらカップヌードルのマーラータン味。これがね、もうめちゃめちゃ美味しいの。多分ね、あの私の爆食動画とかを見てくれてる方はね、知ってると思うんですけど、私がマーラータンがめちゃめちゃ好きで、で、春雨スープなんですけど、これのマーラータン味がちょっと前に出て、マーラータンの味で、いやこれあのダイエット中とかめっちゃいいじゃんって思って、まあね、夜中ラーメン食べるの罪悪感だなみたいな時とかはこれで補ってます。本当に美味しいんだよね。
今日はもう疲れてもうこんなボサボサなんだけど、まあ、体力ある時とか、まあ、これ夜とかじゃなくてお昼ご飯の代わりに食べることもあるんですけど、その時はあの鍋に普通に入れて、あのチンゲン菜とか、あとまあお肉、お肉は私別に良しとしてるので、まあ豚肉だったり牛肉だったり、 あとヤンコギ、羊のお肉、ラム肉を入れることが多いですね。まあ自分の好きな野菜だったりとかをいろいろ入れてっていう感じで野菜マシマシのものを作ったりもします。でも今は夜でめんどくさいので普通にこのまま食べます。普通の春雨スープと変わらないので、ただ材料を入れてお湯を入れておしまいです。じゃん、ちょっと作っていきます。はい、今ねちょっとお湯を入れてきたので待っているんですけど、まあ調整デーなのに夜食食べるんかいって思うと思うんですけど、毎日夜食を食べてるわけではないんですけど、私って結構本当に夜遅くに食べちゃうっていうのが、食べるのが好きで、夜ご飯とは別で、で本当に1週間毎日夜食にラーメンとか食べてた時期もあったんですね。だからこの春雨のこの麺にしたっていうのはすごく私の中ではね、あの成長というかすごく勇気のいることなんですね。ということで、まあちょっと食べたいと思います。本当はダメですよ。本当はダメなんですけど、まあでもこういう美味しいものあるんだよっていうね、ダイエット中の人にもおすすめだよっていうものを紹介したいので、そのお手本、見本として食べるだけなので、どんな味かとかね、レビューもしなきゃいけないので、まあ仕方なく食べます。こんな感じでね、ちょっと見えるかな、本当に普通の春雨なんだけど、本当にマーラータンみたいに匂いやばい、匂いやばいし、このわかる？このちょっと豆腐？湯葉？みたいなやつとか入ってたりとか、超本格的なの。この味が、スープの味がやばいの。はぁ、美味しそう。本当にラーメンじゃなくて、これで補えるぐらい。まあ、春雨もね、小麦なんだけど、でも、まあ、細かいことは気にしないっていうことで、いただきます。本当に美味しい。マーラータン好きな人は絶対これ食べてほしい。まあダイエットしてない人は普通にマーラータン食べていいと思うんですけど、ダイエット中だけどマーラータン食べたいっていう人は本当にこれおすすめ。はぁ、これにさっきも言った通りに、まあ、チンゲン菜とかお肉とかマーラータンに入ってる具材とかを自分で入れて茹でてみたいな感じでしたら本当に超美味しいんで。それかまあ麺、この春雨が気になってる人とかは他の豆腐麺だとか、あとまあこんにゃく麺とかに変えてもいいと思うし、本当に美味しい。いやー美味しいなこれ。ちなみに150カロリー、まあまあまあ低いよね。炭水化物 30g、 まあ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 、タンパク質 3g まあまあまあ 3g 入ってるんだ、逆に豆腐のあれかな。まあね、本当にラーメン500カロリー食べるんだったらいいよねこれで。これね、韓国でもすごい人気で、私の家の近くのコンビニとか結構売り切れたりとか、私はネットで買ってるんですけど、ネットでもリビューがすごくいいし、こっちの人もマーラータンめちゃめちゃ好きだから、本当に作ってくれてありがとうございますって感じ。にさ、ご飯とか入れても絶対美味しいのよ。やりません、絶対やりません。今日はやりません。今度ちょっとやってみます。まあね、絶対汁とか全部飲んじゃいけないのは分かってるんだけど、一番美味しいよね、麺より汁が大好きということで、まあこんな感じで夜食を食べるときはプラス、まあちょっと汁物を食べたいな、飲みたいなみたいなときはこれを食べてますっていう見本でした。決してね、まあ私が食べたかったわけではないんですけど、まあ一応こういうのがある、まあ、ありますよっていう、韓国で流行ってますよっていう、まあ、感じのを見せたかったので、はい、みんなもねちょっと韓国来たら買ってみてください。全然案件じゃないんですけど、案件見たくなっちゃった、本当に美味しいので。ということでね、ちょっとさっさと今からパジャマに着替えて寝たいと思います。寝るのが一番ですからね、あのお腹空いてる時って。全然あの満たされてません、お腹は。もう2個ぐらい食べたいです本当は。だけどまあ、うん、一旦あのベッドに入るかっていうことで、今から着替えて寝たいと思います。はい、あ、サプリ
サプリも紹介します。はい、ってことでね、ちょっと夜最近いつも飲んでるサプリを紹介します。あ、こちらもあの案件ではないんですけど、まあ、これはね、あの調整デーとか限らず毎晩最近はいつも飲んでるもの3つを紹介したいんですけど、まずビタミン、こちらのスーパーレチノール C です。これがね、あのビタミン C1000 とあとレチノールが入ってるんですよ。まあ夜その肌とかにもスキンケアするときにレチノール塗った方がいいっていうじゃないですか。朝ビタ夜レチみたいな。なんだけど、まあレチノール肌ちょっと荒れちゃうよとか刺激が強いよっていう人にも、まあ飲むレチノールっていう感じでこれを飲んだらいいかなと思います。私もちょっとあんまり刺激の強いものは肌に合わないので、なので薄くレチノールを塗ってるんですけど、まあプラスでこれも飲んだりしてます。すごくいいです、これ。で、これとあと乳酸菌。こちらのバイオコアです。乳酸菌ってやっぱり肌にも大事だし、まあ、腸にも大事だしっていうことで、これはまあ1日2個なので、朝も言ったんですけど朝と夜分けて飲んでます。免疫も上がるし、肌の調子も良くなるし、あとお通じがめちゃめちゃ良くなった。まあ、これはね、ほんと韓国の人結構飲んでる人多いです。で、まあ次のもね、韓国の方結構飲んでるかなと思うんですけど、コラーゲンですね。こちらのエバーコラーゲンタイムです。まあこれはね、コラーゲンのサプリなんですけど、私ね、コラーゲンのサプリとかって別にそんなにっていうか全然全く飲んでなかったんですけど、コラーゲンは大事だよって言われて、まあそうですよねーってなって、でまあ口コミとか周りの意見とかも聞いて、これが結構人気だったのでこれを飲んでます。で、私はこの3つをちっちゃいカップとかに全部バーって、ね、普通にこんな感じで全部バババババと入れて、もうね、あの一つずつなんて飲んでられないのでね、入れてちょっとね水を入れて、こんな感じでちょっと水を入れたら、まあ、あのかき混ぜて、でグイッと一気飲みします。乾杯。あ、固まってた。スパ。でも普通に美味しいんですよね。苦いとか、あのまずいビタミン C って私続かないんですよ。もうまずくて飲みたくないから。なんだけど、このビタミン C 本当に美味しい。普通に美味しいから、この3つね、夜飲むのすごくおすすめします。ということでね、ちょっとまあ参考になったかわからないんですけど、こんな感じで調整日とか気をつけてる時は過ごしてます。まあサプリとかは最近は毎日気をつけてなくても爆食する時も飲んでます。ということで、はい、本当に皆さんおやすみなさい。バイバーイ。